皆さんこんにちは。知っておいしいアメリカンビーフのお時間になりました。山庄司さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。山庄司さん、おかげさまで私もアメリカンビーフをたくさん買う機会になりました、はい、いっぱいいろんな種類を教えてもらって、あ、こういう味なんだっていうところまでは分かったんですけれども、いざお店に行くとたくさんパックが並んでいて、どれを買えばいいか迷っちゃうんですよね。もしいいお肉の見分け方とか、美味しいお肉っていうのどうやったら分かりますか？はい、まあいい質問ですよね。まあ、たくさん並んでいたらどれを買ったらいいか分からないですよね。そうなんです、迷っちゃいますよね。まあアメリカンビーフはね、まあ、全部美味しいんですよ、ね。まあ、ですけども、お店に行って店頭でどんな、ね、お肉がいいか見分け方を今日は、特別に、お話しします。よろしくお願いします。はい、肉の見分け方なんですけども、まず、色がいい、色がいい、ね、色がいいってどういうこと、はい、鮮やかな赤色、鮮やかな赤色、はい、で、お肉はね、筋肉で、脂肪のところ、脂ですね、脂身のところは真っ白、白いのが味噌なんですね、はい。まあ、肉の色はあまりこうぼやけていない感じ、これちょっとね難しい表現ですけども、それが色なんですね。で、なんでかというと、お肉の色っていうのは時間が経つと実は、まあ、口にある酸素と反応して、黒くなってくるんですね。そうです、まあ、こう酸化が、酸化がこう行われていて、だんだん黒くなっていくんですね。なので当然お肉は、鮮やかな赤色っていうのが鮮度がいいお肉なんですね。時間が経ってないんですね。それからトレーに、まあ大体スーパーにトレーで、ね、買われると思うんですが、トレーに、ドリップ、はい、はい、まあ、いわゆる肉汁みたいなんですね、はい、それがないということですね。であるいは、脂肪の白いところにその肉汁ドリップが、いわゆる染まっていないっていうのが、理想なんですね。でちょっと例を見せてみましょう。はい、ここに、よくスーパーで売っている、ね、はい、トレーがあるんですけども、はい、ですね、ちょっとこれで傾けてるんですけどね、ここに、これちょっとわざと時間が経ったやつなんですが、はい、ここにですね、ドリップっていうのが出てくる。ですね、そうなんですよ、はい、でこれが、脂肪の方につくと、さっき白い油が赤くなるというかですね、ドリップも色に詰まってしまうと、いうことなので、この間ほどこのドリップがないものを選ぶというのが非常に鮮度にも狙うということですね。はい、はい、はい、2つ目のポイントは、はいはい、肉が立っているということですね。肉が立っている、トレーの中で肉が立っている。どういうことかというと、例えばステーキのお肉なんですけど、はい、ステーキに切ったところが角が、立っている、はい、まあ、いわゆる角が非常にシャープに感じるっていうのが、大事ですね、はい。それからこちらに切り落としがありますよね。よくね、皆さん切り落とし、買われると思うんですが、こうふわっとしてね、金魚割り、表現は難しいんですけども、やはりふわっとした感じ、それが、次に肉が立っているということですね。と、切りたてっていうのは、ふわむふわりしてるんですね、ふわっとしてるんですね。ところが、時間が経ってくると、なんか押されたような感じで、べたっとしてくるというものがあって、これ時間経過なので、そういうお肉ではなくて、やっぱりこう立ってふわっとしたお肉を、見られる。それを選ぶというのは、まあ、2つ目のポイントですね。3つ目が、はい、適度なサシ、まあ、霜降りですね、はい、が入っているということです。適度に、入っているのが柔らかくて美味しいんですね。こちらですね、はい、柔らかくて美味しいということで、これ中に入っているんですね。表面の脂肪はほとんどないですね。でそこが薄くて、で中にサシが入っている、そういうお肉っていうのが一番いいですね。3つ目は、適度にサシが入っているということです。まあ、いずれにしても、ね、3つポイント言いましたけども、皆さんね、もし、スーパーで買われたら、
当然こう早めに調理して、それから食べるというのがポイントですね。冷蔵のものはそのまま、冷蔵のまま食べるというのが一番ポイントですね。はい、はい、美味しいお肉の見分け方ですね。はい、3ポイント、はい、色がいいと、はい、肉が立っていること、はい、適度にサシが入ること、はい、この3つのポイントを押さえて、はい、伺ってみたいと思います。はいはい、今日もたくさんアメリカンビーフについて勉強させていただきました。はい、いや今日も魅力を知ったらまたお腹が空いてきちゃいました。はい、今日からですね、美味しいお肉の見分け方というのを、見せてください。はい、はい、皆さんもぜひ、アメリカンビーフを美味しく召し上がってください。はい、それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。